ねえ、分かっていじってるの？まあ、なんとなくな。あっちで待ってるぜ。お前もあっちへ行ってな。発電所がこのざまでもシャンデリアは何の影響もなしか。シャンデリア綺麗なんだね。あそこにいた時は分からなかった。けっ、大層な名前の割に光は全然届かねえ。でも私はこっちの方が好き。おいおい、帰るぞ。ゼファー、早く来ないと置いてっちゃうよ。一人は慣れてる。え、何？やはりこちらでしたか。今だけでいい。二人だけにしてくれないか。わかりました。不条理な死など絶対に認めない。人々が幸福に暮らせる世界を作り上げる。私が唯一あなたに共感できることは納得できないという感情です。なぜ人間は機械に管理されるという存在へと落ちたのか。かつて神に届こうと巨大な塔を作り、怒りに触れた愚かな人間たちですが、やはりあれはただの機械です。これは挑戦ですよ。必ず成し遂げるとしましょう。